山口村は、長野県南西部にあった基礎軍の村である。島崎島村の出生地である馬込塾で有名である。2005年2月13日、岐阜県中津川市に編入合併した。県を超えた合併は1959年1月1日に、栃木県足利郡菱氏村が、群馬県気流市へ編入されて、以来46年ぶりのことである。 長野県南西部に位置し、木曽川を挟んで岐阜県に接する村だった。地形的にも村の大半が隣接する中津川市とつながる形となっており、そのため長野県よりも岐阜県とのつながりが昔から深く、それが後の越境合併に至る最大の要因になった。村の東部には標高1000メートル以上の山々が連なり、西部には木曽川の貸し団急が広がり、 集落が点在する。村南部にある旧中山道まごめ宿は、文豪、島崎東村の出身地として知られ、観光名所となっている。中世までは、美濃国であったが、以降、品の国に編入される。江戸時代は、名古屋藩の領地となり、廃藩地権を迎えた。古試験合併に伴い、郵便番号が399から 51XX から、 508から 05XX に変更され、地名も以下の通り変更された。市外局番は従来通りである。山口村役場2005年2月まで県境だった木曽川の河原山口村役場は、中津川市役所山口総合事務所となり、郵便番号が399-5192から508-0592に変更された。また、村内にあった 郵便局2局の郵便番号、取扱局番号も以下の通り変更された。また、日本郵政公社の管轄支社も新越支社から東海支社に変更された。NHK 基礎山口テレビ中継放送所、山口まごめテレビ中継放送所は2007年7月までは NHK 長野放送局管轄であったが、NHK 岐阜放送局に編入された。なお、 2011年7月24日のアナログ放送終了とともに廃止されている。自動車のナンバープレートも松本ナンバーから岐阜ナンバーに変更された。電話は山口地区は NTT 西日本、三坂地区は NTT 東日本。警察の管轄は長野県警察基礎警察署から岐阜県警察中津川警察署に変更された。農業共同組合は 基礎農業共同組合から東美の農業共同組合に移管された。衆議院議員総選挙の区割りは、小選挙区が長野4区から岐阜5区に、比例代表が北陸新越ブロックから東海ブロックに変更された。アマチュア局を含む無選挙区の管轄は、新越総合通信局から東海総合通信局に変更された。現在の例の呼び出し符号をそのまま使用。 東海総合通信局より2の新たな呼び出し符号を指定。運転免許試験場は長野県警の中南新運転免許センターから岐阜県警の岐阜試験場、東能試験場に場所が変更となり、運転免許証の取得、免許更新が便利になった。保健衛生関係は長野県の基礎保健所から岐阜県のエナ保健所に管轄が変わり、マゴ地区では 合併によって飲食物取扱業者の保険所への届け出が便利になった。確定申告や国税の相談や納付関係も関東新一国税局基礎税務所から名古屋国税局中津川税務所に管轄が変更され申告が便利になった。村内を高速道路と鉄道路線は通っていない。 鉄道を利用する場合の最寄り駅は JR 東海中央本線中津川駅、坂下駅。また、高速道路を利用する場合の最寄りインターチェンジは E19 中央自動車道中津川インターチェンジ。ありがとうございます。